ジェームズ・セイドラー1811年8月12日の飛行を描いたイラストジェームズ・セイドラーはイギリス人としては最初の北間乗りである。イギリスでの初めての気球の飛行はイタリア人のヴィンセントルナルディが1784年9月15日に行ったが、その翌月の10月4日、セイドラーはオックスフォードのクライスト・チャーチ・メドーから気球の飛行を行った。 およそ3600フィートの高さまで上昇し、1 0トルほど離れたウッドイートンまで飛行した。1785年に2度目の飛行を行い、バッキンガムシャーのイルズベリーまでの25分間の飛行を行った。その年の5月、フランスまでの飛行を計画し、W ・インガムと共にサリー州のムルジー・ハーストを離陸したが、テムズ河口に着陸し、 ジャンピエール・ブランシャールらが成功したドーバー海峡の横断をイギリス人によって再現することはできなかった。同じ月にマンチェスターの現在はバルーンストリートとなっている庭園を離陸し1万3000フィートに達し、ウェストヨークシャーのポンテフラクトまでの 80km の飛行を行った。この飛行では着地後に 3km も気球に引きずられ、負傷した。 1796年にサミュエル・ベンサムの下で新しく作られた海軍工場に科学者として雇われた。1807年にベンサムとの意見の違いにより解雇されるが小型の蒸気機関の開発を行った。セードラーのいった主な気球飛行には以下のものがある。1824年に息子が気球の事故で死に、セードラーは飛行をやめた。J.E. ホジソン。 ジェームズ・サドラー・オブ・オックスフォード、トランス・ニューカマン・ソサイティー、819278、66、82、BL、AD ・アド、m s 4 2十1 f 2 7 2アド、MS37888F161、サイエンス・ミュージアム・ライブラリー・グドリッチ・ MSC11、J.E. ホジソン、The History of Aeronautics イングレート・ブリテン、1924、 ありがとうございます。